ランスデールはアメリカが州国ペンシルベニア州東部のモンゴメリー郡のボロである。フィラデルフィア市の北西へ28マイルに位置している。20世紀の初期に農業機械、缶詰工場、鋳造所、レンガ工場、絹工場、さらに葉巻、ストーブ、シャツ、ロープ、鉄の排水管、接着剤のメーカーなどがあった。1九百年の人口百五十四人が 1910年で3551人、1940年で9316人となった。2010年の国勢調査での人口は16269人だった。街の中には空げるボールを置いた多くの場所の一つがある。このボールはすべて花崗岩でできており、重さは1000ポンドになる。水の層の中で回っている。 ランスデールとなった地域で最初期の開拓者はジェンキンス家の者たちだった。この一家の最盛期には約120エーカーの土地を所有していた。1850年代にノースペンシルベニア鉄道が建設され、ランスデールの急速な成長と発展に貢献した。この鉄道で雇用機会が生まれ、住民、住宅、企業が地域にもたらされた。1872年には、 ランスレールボロが正式に法人化され、ノースペンシルベニア鉄道の測量市長だったフィリップ、ランスレールフォックスにちなんで名付けられた。この町の名前を決める会議の時に、鉄道駅の直近の土地は、ジェンキンス家が所有していたのでジェンキンタウンと呼ばれるべきという意見があったが、その鉄道沿線にすでに同じ名前の町があった。ジェンキンス屋敷とランスレールギヌクツしたコンピー。 インターステート靴下工場インクがアメリカ合衆国国家歴史登録罪に指定されている。ランスデールは北緯40度14分31秒整形75度17分3秒、北緯40.24194度整形75.28417度、40.24194-75.28417に位置している。アメリカ合衆国国政調査局によれば、 領域全面積は3.1平方マイルであり、すべて陸地である。2010年国勢調査時点での人種別人口構成は、白人75.9%、黒人5.9%、インディアン0.2%、アジア系13.3%、太平洋諸島系0.1%、根結2.7%、ヒスパニック系5.0%となっていた。 以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ランスデールはボロマネジャー形態の政府を採用しており、一人のボロ、市長と9人の委員による行政委員会がある。2008年6月4日水曜日、地元のカイロプラクター、G. アンドリュー・シークリーが委員会の決議により、マイケル・ディヌンジオ市長の残り任期18ヶ月を務めるよう指名された。 シークリーは2009年11月に再選され、4年間の任期を務めた。ランスデールはアメリカ合衆国会議員の選挙でペンシルベニア州第13選挙区に属し、衆議会会員では第53選挙区に、同乗院では第24選挙区に属している。ランスデールはノースペイン教育学区に属している。小学校は幼稚園から六年生を教え、六校ある。 中学校は7年生から9年生を教える。高校はトアメンシンタウンシップにあるノースペン高校である。ランスデールにはローマカトリック教会フィラデルフィア大教区のセントスタニスラウス学校もあった。2012年1月、大教区がノースウェールズのセントローズオブリマ学校がセントスタニスラウスと合併し、生徒はランスデールに通うことになると発表した。 合併後の学校は、ラテン語のマターデイから、マザー・オブ・ゴッドと呼ばれている。カルバリー・バプテスト学校は、幼稚園前から12年生を教えるキリスト教の学校である。ランスデール地域の私立高校には、ランスデール・カトリック高校と、クリストファー・ドック・メノナイト高校がある。メノナイト高校は、トアメンシン・タウンシップ内にある。フォックステレビの番組、フリンジ、フリンジで、 2009年9月24日に放送されたエピソードはランスデールが舞台だった。撮影はブリティッシュコロンビア州で行われ、街は主にトウモロコシ畑のある田園部であり、実際あるように人口密度が高い郊外の街ではないものとして描かれていた。同じくフォックステレビの番組ドクターハウスで2011年5月2日に 放送された第7シーズンのエピソード、変化もランスデールが舞台だった。作家ゲイリー・ミッチェル・モアが1981年に、表した小説、A ・ナチュラル・エポンでは、テロリストが毒を入れた天然ガスを送った街二つの一つが、ランスデールだった。もう一つは、ルイジアナ州キャッシュ。ランスデールのオンライン新聞は、オルターナティブ・プレス・オブ・ノースペンであり、トリーシー・メディア・ホールディングス・ LLC が、 所有運営時、トワメンシンタウンシップ生まれのトニーディド・ミジオが編集している。日刊の新聞、ザ・リポーターは、ジャーナルレジスター社が所有し、発行部数は16,364部であり、ランスデール、ハットフィールド、サウダートン、ハーレイズビルに配布されている。書籍、ウィアード・ペンシルベニアによると、ランスデールにはかつて世界に3つある、エイジの木の一つがあった。 これは地獄への入り口を示すものと考えられている。人は木が育つ岩棚の上で木の周りを特定回数回り小さな崖から飛び出すだけである。そうすることで入り口が開き地獄に運んでくれる。ランスデールでは、ランスデールバイクナイト、アンダーザ・ライツカーショー、ランスデールデー、ファウンダーズ・デー、オクトーバー・フェスト、ランスデール・ビア、 テイスティングフェスティバルなど年間を通じて多くの人気ある行事が開催されている。ランスデールの中を東西方向に通る幹線道はメインストリートであり、町の北西から南東に斜めに抜けている。南北方向の幹線道はブロード通りであり、南西から北東に走っている。ペンシルベニア州道六十三号線が町の西端の州道十三号線に始まり、 南西のバレー法事道路に向かう。ペンシルベニアターンパイク北東延伸部のランスデール、インターチェンジは、町の西、トアメンシンタウンシップ内にあり、修道63号線につながる。ランスデールは、南東ペンシルベニア交通局地域鉄道の、ランスデール、ドイルズタウン線のランスデール中心街にある駅と、南部にあるペンブルック駅を利用できる。 フィラデルフィアやドイルズタウン向けの列車を中間にある駅と共に利用できる。南東ペンシルベニア交通局の運行するバス路線で94系統はランスデール南部とモンゴメリーモールやチェスナットヒルを結び96系統はランスデールとノリスタウン交通センターとを結び132系統はランスデールとモンゴメリーモール及びテルフォードとを結んでいる。ランスデールには ペンシルベニアノースイースタン鉄道、単線貨物鉄道の本部がある。ペンシルベニアノースイースタン鉄道は、ランスデール走者場を運営し、ランスデールから南東ペンシルベニア交通局の所有する路線で、フィラデルフィア北部郊外の数点まで貨物列車を運行している。この鉄道は、ランスデールで CSX トランスポーテーションと接続している。クーゲルボールランスデールには、 クーゲルボールがある。これはアンハイロの河口眼球であり、その基盤から吹き出す大変薄い水の層で支えられている。クーゲルボールは南東ペンシルベニア交通局のランスネル、ドイルズタウン線のランスネル中心街にある駅に隣接する鉄道プラザにある。このプラザはレンガ時期のパティオであり、クーゲルボールの周りにはベンチが置かれ、午後11時に閉鎖される。 毎年6月に開催される 5km 競争はこのクーゲルボールが発着点となりクーゲルボール競争と呼ばれる。ありがとうございます。